巨木。この話は以前に俺が旅先で経験した事実に基づいて書かせてもらう。N 県の温泉に車で2泊三3日の旅行に出かけた時のこと。移動の途中で森の巨人たち百選と書かれた標識が突如現れた。どうやら全国の国有林の中から 100本選ばれた巨木の一つらしい。特に巨木には興味がなかった俺だけど、とりあえずどんなものなのか気になって吸い込まれるようにその場に車を止めた。車の後部座席には採取を待たせたまま一人で見に行くことに。入り口には巨木に関する ちょっとした情報が掲示されていて、それを一別してから、緑の絨毯のような切り開かれた道を登っていく。何度か折り返しながら500メートルほど進むと、巨木への道のりを示す寂しい看板が現れた。そこから先の道は、道幅がほんの50センチ程度しかなく、 よく見てみれば、雑草がかなり大きく育っており、最近はあまり人が通ったと思われる形跡もない。こんな細い道を進んでいくのか。その日はぐずついた天気で、すでに夕方に差し掛かる時間帯のため、あたりは薄暗くなりかけている。でも、ここまで来たんだから、と思い。 少し迷った末に、再び、登り始めることにした。途中で、この地域には、野生のクマが生息します、という観光案内所の言葉を思い出してしまい、ビビりながら、拾った棒で、適当なものを叩いて、音を出しながら、残りの工程を突き進む。しばらくして汗をかきながら、 どうにか巨木までたどり着くことができた。これが、百戦に選ばれるほどの木なのかと思い、徐々に近づいていく。石碑があって、樹齢千年以上という記述を発見した。その時不意に、ポカーンという音が遠くで鳴り響いた。 先ほどまで俺が、熊よけに出していた音に若干似ているが、もっと力強い音だ。俺の他にも、誰かこの森にいるのかなとっさにそう考えた。だが、音が聞こえてきた方向は、今来た道とは違うようだ。再び、ポカーンという音が聞こえてくる。 先ほどよりも少し方向がはっきりとした。それは巨木を挟んだ反対側の方向から聞こえてくる。だが見たところ巨木の部分で道は行き止まりになっており、それ以上先には人が入れそうな道は見当たらない。暗くて深い森がずっと先の方まで続いている。 そうこうしているうちに、また音が聞こえてくる。しかし今度は、先ほどとは別の方向から聞こえてきたようだ。その音は、まるで最初に聞こえた音に反応するように、誰もいない森の中にこだました。その音の余韻が消えかけたとき、これまでの2階とは違う場所から、 ポカーンという音が聞こえてきた。あたりは、みるみるうちに暗くなっていく。湿った土から、立ち込める霧が、少し濃くなってきた。今来たばかりの道が、急速に、かき消されてしまうような錯覚にたじろいだ。じっと、聞き耳を立てる。何かの合図だろうか。 だが、その木を叩くような音は一つ鳴ると、別の場所からまた一つ。それが鳴り終わると、また別の場所から一つという具合に、止まることなく聞こえてくる。その音が、俺がいる位置に向かって、徐々に狭められていることが分かった。この場所は、森の入り口から、 1>, 1キロ以上離れているはずだ。今から急いで引き返しても、車を止めた場所まで戻る頃には、完全な闇に飲み込まれてしまうだろう。どうしてこんな時間に、こんなところに来てしまったんだろうと後悔しながら、鳥肌が立ち、嫌な汗が吹き出すのを感じた。音はなおも、範囲を狭めながら、俺に近づいてくる。 もしも音の主が人間だとしても、どうやら五六人では聞かないようだ。正確な場所はわからないものの、十人程度はいそうな気がする。俺は巨木を観察する暇もなく、今来た道を急いで帰り始めることにした。来た時感じていたのは、この曲がり角の先に、 熊がいたらどうしようということだった。だが今は違う。この曲がり角の先に、音を立てている相手がいたらどうしたらいいんだろう。そうした考えが頭に浮かびそうになるのを必死に振り払いながら、黙々と来た道を戻っていく。その間も耐えることなく木を叩く音が俺に近づいてきている。 ふと、ある曲がり角の手前に差し掛かった時だ。その先からものすごく嫌な気配を感じて、先に進めなくなってしまった。いや、気配ではない。ほんの小さな違和感だったかもしれない。それとも、草が擦れるようなわずかな音だろうか。何かがいる。 だが、見てはいけないような気がする。しかし、音は確実に、範囲を狭めながら、俺に近づいてくる。後ろを振り返る。数分前に、自分がいたあたりから、ひときわ、大きな音が聞こえてきた。もう迷っている暇はない。どちらにしろ、狭い一本道しかないのだ。 気合を入れ直して、曲がり角の先に、頬を進める。その瞬間、一人の高齢者が、足元に手を伸ばして、何かを取ろうとしている光景が目に飛び込んできた。野球棒のような形の帽子をかぶって、狩猟の時に着るような、ポケットの多いジャケットを羽織って、ゆったりめのズボンを身につけている。 足元を見ると、長靴のような靴を履いていて、その、つま先あたりにかがんで手を伸ばし、何かを取ろうとしているんだ。俺はびっくりした後、気を取り直し。あ、こ、こ、こんばんは、と、声をかけた。顔の表情は、帽子のつばの部分で、全く見えない。 その高齢者は、俺がかけた声に反応を示し、ゆっくりと体を起こし始めた。そして、顔が見えるかどうかというところまで立ち上がると、ビデオの特殊効果を見ているように、体が薄くなり始め、フェードアウトしてしまったのだ。気がついたら俺は、自分の車の、 すぐ横の砂利道に寝かされていた。ごつごつした、不愉快な背中の痛みで目が覚めたのだ。心配そうに覗き込む見知らぬ男女が、俺を取り囲むように数名いた。帰りが遅い俺を心配し、車で待っていた妻が、通りすがりの地元の人を呼び止めて、 俺を探してもらったんだそうだ。この近辺では、夕暮れ近い時間に、巨木を見に行く人はあまりいないらしい。時折、旅行者が知らずに入り込んでしまって、俺のように、気を失った状態で見つかるらしいのだ。俺が見に行ったのは、秋頃だったのだが、夏でも夜は、 かなり冷える場所らしく、見つかるのが遅ければ、凍死した状態で発見されたこともあると教えられた。音の正体は結局わからなかったのだが、もしかしたらその付近で亡くなった方の例なのかもしれない。 旧死料門。具体的に書くと荒れてしまいそうなので伏せますが、某スレに投稿された恐怖体験を読んでいてショックを受け、ここに書かせていただくことにしました。このスレと某スレの両方をご覧になっている方なら、もしかしたらピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんが、決して荒らすつもりで書いているわけではないので、 どのすれとか、具体的なことは書くことはできません。また、某スレに書かれたと思われる地域は、厳密には、これから私が書く地域とは違うようなのですが、イニシャルから判断すると、隣接する県になります。もしかしたら、旅行者の方なので、県を間違えてしまったのかなと思ったんですけど、描写からすると、 どうも、私が各く地域を指しているように思われました。この物語は、言い伝えをベースにしたお話なんですけど、一部表現などについては、場所の特定を避ける記述を入れてあります。私の実家がある地域は、山が多く、たくさんの特徴があるのですが、野生の熊が生息していることでも、 有名な地域です。春から秋にかけては、都会から温泉や観光の目的で多くのお客さんが訪れます。ここら辺の集落では、昔から山菜りなど山に入って生計を立ててきた人も多く、その中でも熊との遭遇というのが最も怖い現実的な話として伝えられています。 しかし、その熊と双壁をなす怖い話がもう一つあるんです。山に入る場合には、通常は熊を避けるために熊よけの鈴を身につけます。その熊よけとして昔から鈴を身につける以外にはやってはいけないというのが我々の集落で言い伝えとして残っているんです。 詳細な方法については、なぜか名言が避けられてきたものの、私も幼い頃から、鈴を使う以外の方法で、熊避けをしては決してならない、そう教え込まれてきました。下手をすると、開いてはならない、霊門を開けてしまうことがある、というのがその理由です。その霊門は、旧止霊門、 と呼ばれているのですが、一説によると、急に死ぬ霊の門と書いて、急死霊門と読む場合もあるようです。この霊門の先には、冥界へと繋がる巨大な霊道がぽっかりと口を開けており、付近を通るありとあらゆる生命体の魂を、ブラックホールさながらに引きずり込んでしまう。そんな、 恐ろしい言い伝えがあります。その門が一度開いてしまうと、人の力では決して閉じることはできず、次閉じるのがいつになるのかは全く不明とのことです。ただ、ある一定数以上の魂を引きずり込んだ後なのか、それとも、ある一定期間を過ぎた後なのかは、はっきりとはしていないものの、 何もしなくても、いつの間にか閉じてしまうと伝えられています。その霊門ですが、一人以上の人間の魂を生贄に開門するとされており、開門される条件としては、はっきりと分かっているものがいくつか伝えられています。夕方から翌朝方までの薄暗い時間帯から、 完全な闇までの時間帯であること。一人ないし二人という少人数だけで入山していること。ある特定のリズムで何らかの音を立てること。開門の直前まで意識が保たれていること。この他にも条件があるのかもしれませんが、私が覚えている範囲ではこんなところです。 実際にこの門が開いたという文献はほとんど残ってはいないのですが、遥か昔に多くの悲劇を生み出したということが言い伝えで残っています。また仮にすべての条件を満たして門が開いてしまったとしても、昼間などの明るい時間帯には特に問題は発生しないようです。つまり薄暗くなると、 ぽっかりと霊道が口を開け、明るくなると、その霊道は、一時的に、道を閉ざすというのです。旧資料門の、名前の由来ですが、旧人の資料と、一人の門番によって、こじ開けられる霊門だから、という説があります。入山した人間が、少なくとも、上記の条件を、すべて満たした状態で、 何らかのリズムで音を鳴らしたとき、それに呼応する形で、その人間を取り囲む八方向から順に、何らかの返事が返ってくると言います。最初は遠巻きに聞こえていたその返事が、次第に輪を狭めていき、最終的には、その返事の正体が見えるか否かというところまで近づいたとき、 開門した門の内側、主に地面や山の斜面などから不意をついて、最後の門番の資料が襲いかかってきて、その人物を霊堂に引き込んだことをもって、霊門が開かれるというのです。正直、幽霊を見たことがなかった自分は、あまりその手の話を信じてはいませんでした。 ところが最近になって、その内容に非常に似通った内容の書き込みが某すでに投稿されたので、びっくりしてこの話を書こうと思いました。その内容によると、一般的に誰もがやってしまいそうな単純な方法で、霊道は開いてしまうようです。そしてその書き込みでは軽く触れられていたのですが、 開門の直前くらいのタイミングで、たまたま気を失って助け出されたため、門は開かなかったのかな、という雰囲気が読み取れました。我々の言い伝えとして残っている話でも、最後の最後で、何らかの理由によって気を失った人は、その門には引きずり込まれなかった、という話が出てくるんです。 万が一、その休止料門が開かれていたとしたら、それ以降に知らずに、入山した人の多くが、犠牲になったのではないか、と思うと、すごく怖くなりました。夜の登山中に、 当時の上司から酒の席で聞いた興味深い話。趣味の渓流釣りに出かけたという上司。いつもだったらキャンプ場を兼ねたような場所で釣っているらしいんだけど、今回は趣味仲間の A さんの案内で山深い秘密の場所とやらに向かうことになった。山を登ること2、3時間ほど。登山道を外れて、 道なき道を進んでいくと、ほどなく斜面に出た。聞けば、ここを下ると、目的地はすぐそこらしい。なるほど、耳を澄ませば、水が流れる音も聞こえてくる。流行る気持ちを抑えて、斜面で滑らないよう、一歩足を踏み出すと、カコーンと背後から音がした。 何の音だと振り向くが、A さん曰く、容赦が木を切り出す音だそうだ。コーン。山に鳴り響く木を打つ音。人に見つかっては面倒だと、急いで斜面を降りて、目的の渓流にたどり着く。重い荷物をようやく下ろし、テントを組み立てる。 まだ日は高く、釣竿を投げると面白いようにヒットする。相変わらず、木を打つ音が山に響き渡る中、二人は夢中になって魚を釣り続けた。ふと気がつくと、時間も夕方近く、木を打つ音もいつの間にか止んでいる。山の夜は早い。 森林作業員も下山したのかなと思っていると。おー。と、山に突然、のぶとい声が響き渡った。顔を見合わせる上司と A さん。おー。森林作業員たちが下山を知らせているか、野生動物よけに声を出しているんじゃないか A さんが言った。山に響く声は、日が暮れても続き、テントで眠る頃には病んでいた。実際には、長家地盤がてら、神木会の場で話してくれたんだけど、この平成の世に、斧で木を切り出す、それこそ、木こりみたいな人なんているのかな。ましてや、木を打つ音はするけど、 倒れる音は聞いていないらしいんだ。そもそも、ほーって、普通無線とか使わないかこれ、数年前の話なんだけど、そんなことあるのかな東南アジアの 某国の森を散策した。東南アジアの某国を旅行してきたんだ。自然豊かな森の中でのんびり散策しようと思ったんだけど、少し怖い経験をしたのでまとめてみることにした。実はその森には大きな蛇が出るので、一人で入るのはとても危険らしいんだけど、 それは後から知ったことなんだ。だが、今回の経験は蛇ではない。スマホの GPS があるから、多少無理をしても出ることはできると思って、少し深いところまで入っていったんだ。昼頃だったんだけど、気がついた時には、なんとなく薄暗くて、気味の悪いところに立っていた。それまで聞こえていた、 鳥や虫の鳴き声もいつの間にか聞こえなくなっていて、シーンと静まり返っていた。そんな中で突然、遥か前方から、カコーンという木を叩くような音が聞こえてきたんだよ。森の中で突然鳴り響いた音だったけど、あまり気にはしていなかった。多分何かが、 木に当たった音だと思ったからところがしばらくするとその音が聞こえた方角とは反対側の後方からもカコンという音が聞こえてきたんだなんだろうと思っていると今度は自分が立っている位置から見て右側の遥か後方からもカコンという音が聞こえてくる この時点で何か嫌な予感がしてきたんで引き返すことにしたんだけど今度は左手側のすごく遠くの方からカコーンという音が聞こえてきた何かに周囲を囲まれてしまったような感じがしてパニックになりそうな恐怖を感じたんだよその後も一定の間隔を空けて何かの合図のように カコーン、カコーンと木を叩く音が聞こえてくる。同じ場所から二度連続で聞こえてくることはなくて、必ず別の場所から聞こえてくるんだけど、なんだか私がいる場所を中心にして四方八方からぐるぐる回るように聞こえ始めていた。何かの 宗教的な儀式かなと思ったんだけど、その輪が少しずつ狭まっているような感じがしたんだ。音が少しずつ近づいてきている感じなんだ。背筋がゾッとしたよね。そして最終的には、絶え間なく周囲を取り囲むように、カコン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 となり始めていた。 その頃には完全に包囲されていて、狙われているのは間違いないと感じていた。だから、パスポートと財布とスマホだけをリュックから取り出して、リュックはその場に捨て、服が汚れるのも構わず腹ばいになった。這いながら包囲から抜け出すことにしたんだ。蛇なんかの危険生物に やられるリスクも高まるんだけど、そんなこと気にしている余裕もなかった。しゃがんで移動したり、はって移動したりしながら音を聞いていたんだけど、その方位の一つがすぐ近くを通り過ぎていった。カコーンというものすごく大きな音が、10メートルくらい離れたところから聞こえていた。 木を叩く音に似ているんだけど、多分、木を叩いている音ではない。そんな、大きな音が出るほど、思いっきり木を叩いていたんなら、場所がはっきりわかるはずなんだけど、結局、音を出しているのが何者なのかも、全くわからなかったし、どうやって音を出しているのかも、全然わからなかった。じっと伏せて、 音が遠ざかるのを待ってから、一目散に走って逃げ帰ってきた。荷物を捨てたのは残念だったけど、最終的には、その場所が取り囲まれていたみたいだった。捕まっていたら、どうなっていたんだろうと思うと、すごく怖い体験だった。なんか、山小屋か。 シャレコワの、旧資料門を連想したよ。なんか怖いね。真似してるとかじゃなくて、これって、世界的にある事例なんだろうか。その門、千年の巨木でググると出てくる。二年前に書かれた話だよ。ああ、ググってみたよ。似た話が結構あるんだね。あと、 千年の巨木だけじゃ、似たようなサイトが山ほど出てくるんで、千年の巨木みたいな看板でググると、レーモンが確実に出てくるよ。で、検索してみてびっくりしたよ。音の鳴り方とか、そっくりだなって。だから、逃げておいて正解だったんじゃないかな。皆さん、 ありがとうございます。休止料門というのは確かにそっくりですね。だけど私が経験したのは昼頃だったので、休止料門とは条件が一つだけ違うかも。確かに薄暗い場所ではあったけど。それと、実は何かの動物の糞を踏んでしまって、頭に来て靴を脱いで、 大きな木でパンパン叩きつけていたんだけど、もしかしたらそれがきっかけだったかも。結構大きな音が鳴り響いたんで、何か怖いものを呼んでしまったのかもしれませんね。千祝資料門。 最近、まとめサイトで見て知った旧資料門だけど、実は似たような話が、千葉県の愛市にある、俺の父方の実家付近にも、言い伝えとして残っている。それは、千獣資料門というものだ。主に、水の中に現れる現象で、例えば沼や池や川、人工的に作られた水田や、 ダムなどにも発生することがあるらしい。水深の深さや時期はあまり関係なく、水の中に突然現れて、突然と姿を消すらしいんだけど。夏場など、特に水場に入りやすい時期に、事故に遭う人が増えるらしい。この戦場資料門だけど、少し水が濁った場所に発生しやすくて、 青白い腕が何本も何本も水面を目指して伸びてきて、その付近にいる人間を無理やり水中に引きずり込むんだ。そして引きずり込まれた人間が頭の先まで完全に水没すると、もう帰ってくることはできないと言われている。正確には体は戻ってくるんだけど、 精神が蝕まれて、消気を失ってしまうらしい。決して、深くない、浅い、水田みたいな場所でも、なぜか物理法則を無視するかのように、完全に、水の中に引き込まれて、頭まで水没すると、消気を失って、廃人のようになってしまう。夏は水場で、 遊ぶ機会も増えてくるとは思うけど、少し薄暗いような濁った水面には十分に気をつけてもらいたいと思います。旧資料小学生の時の話当時大阪の南の方 ほぼ和歌山に近い場所に住んでいたんだけど、めちゃくちゃ田舎で、一学年に一クラス二十人くらいしかいない学校に通っていた。大阪が都会だと思っている奴はそんなことないんだよ。そんな学校だから、みんな仲が良くて、いじめとかもなくて、放課後にはクラスみんなで遊んだりしていた。田舎だったから山に行ったり、 海に行ったり、川に行ったり、いろんな場所で遊んでいたんだけど、やっぱり飽きてくるわけ。そんな時、クラスメイトの一人が、おじいちゃんの家を秘密基地にしようって言い出したんだ。そこの家は、その子のおじいさんしか住んでなくて、離れみたいなところを使っていないから、そこを遊び場として提供してくれた。 みんな家からいろんなものを集めてきたり、使わなくなった机とかをもらって持って行ったりして、普通に住めるレベルの部屋になった。それからはみんなそこに一旦集まって、それから何して遊ぶか、どこに行こうかとか決めていた。そんなある時、みんなで秘密基地に泊まろうって話になった。 親たちは反対していたけれど、そこの家のおじいちゃんが見てくれるってことと、田舎だったから、よそから人は来ないしってことで、しぶしぶ賛成して泊まることになったんだ。どうしてもダメって家もあって、集まったのは十人くらいになっていたかな。朝から荷物を持って行って、お昼はおじいちゃんが作ってくれたそうめんをみんなで食べて、 また遊んでいた。夜も、おじいちゃんがカレーを作ってくれて、みんなで食べた後、四つのグループに分かれて、風呂も入って、みんなで騒いでた。一人の子が、今から山に行って、カブトムシを取ろうって言い出して、男四人で、山へと行くことになった。山道までは、 明かりがポツンポツンとあるくらいで、明るくもなく暗くもないって感じだったんだけど、みんな、生き慣れた道だから、特に怖くはなかった。いつもカブトムシを取っていたスポットについてからは、みんながバラバラに行動して、カブトムシやらクワガタを取りまくっていた。そろそろ帰ろうぜってなって、 山道を降りていたら、ガコン、ガコンって音が聞こえてきた。山の中だったから響いていて、どの方向から聞こえてきてるかもわからず、みんなで、何の音だとか言いながら、またゆっくりと山道を下っていた。少し歩いていると、また音が聞こえて、ボコン、ボコンって、 さっきとは音が違っていた。少しこもっているような、穴の中で何かを叩いているような音に変わっていて、少ししたらまた、パコン、パコンって、音が軽くなってる感じ。ポコ,ポコン、ポコン、また軽くなった。コン,コン、コン、また。 コン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 この音くらいで、みんなやばいと思い、走って山道を降りていた。走っていたから気がつかなかったのかもしれないけど、音が鳴ってなかった。家の明かりが見えて安心し、走るのをやめてみんなで歩いていると、すぐ真後ろあたりから、コンコン。 って聞こえてきた。振り向いてみたけど何もなくて、他の議人には聞こえてはいないみたいだった。石かなんかが転がったのかな、とか思いながら歩いていると、いつの間にか家に着いた。せっかく風呂に入ったのに、虫取りに行って、走って汗だくになったから、もう一回風呂に入ろうってことになったよ。 それ、おそらく、旧資料と呼ばれる現象だと思う。無事逃げることができてよかったね。そのままボケッとしていると、霊門が開いて、ありとあらゆる生命体を引きずり込むブラックホールが誕生するらしいよ。旧資料門とか呼ばれていて、一部の地方では恐れられている。ああ、俺が育った地域の、 近くの村では、この旧資料門に関する言い伝えがあって、木を叩くような音が遠くで聞こえ始めて、八方向から徐々に追い詰めるように近づいてきて、最後に門が開いて、内側に引きずり込まれるって内容だったような気がする。八方向の資料が、人間や動物を一箇所に追い詰めて、 追い詰めた先で、9番目の資料が内側から門を開く。そんな言い伝えから付けられた名前だったと思う。魂を引きずり込むことをもって開門し、その後一定期間、その門に近づくあらゆる命を飲み込み尽くす。そしていつの間にか、元通り門は閉じるとのこと。 本当かどうかは知らないけど、不自然なほど一箇所に動物の死骸が並んでいることがあって、そんな伝説が囁かれるようになったようだ。まあ個人的には有毒ガスがなんかが噴き出して、あらゆる生命体を死に至らしめたんじゃないかって思っているんだけど。 レーモン。先週の平日の昼間、ちょっと車で遠出して山道を走っていたら、千年の巨木みたいな看板が出てきて興味を持ち、車を砂利の広場に置いて山道を歩いて行ったんですよ。その頃は夕方に差し掛かるくらいの時間帯になっていたんだけど、目的の木は、 そんなに遠くはなさそうだったので、たった一人で細い道を進んでいたら、どこか遠くで、カコーンという木を思いっきりぶったたくような音が聞こえてきたんです。しばらくすると、今度はまた別の場所から、カコーンという音が聞こえてくる。誰かが、 何かの木でも切っているんだろうかと思ったんだけど、気にせずに進んでいったら、少し先の曲がり角の奥から、ひゃー、は、はー、みたいな声が近づいてくる。そして角を曲がって、五十代後半くらいのおじさんが、私の姿を見てびっくりして、その場でズザザーっと、 勢いよく転んだんです。びっくりして、大丈夫ですかと近づいたら、ものすごく腕とかブルブル震わせながら、恐怖に怯えた顔で私を見て、あ、あなた、そっちから来たのか安全だったかと、震える声で聞くんです。 猟銃は持ってはいなかったんだけど、少し暗い色の深緑とベージュのジャケットみたいなものを着ていて、同じような雰囲気の帽子をかぶったおじさんで、地元の人なのかなって思いました。しかし、その怯え方を見ると、私もなんだか怖くなってきて。今来たばかりですけど、安全って、 どういう意味ですかと、慌てて答えたら。れ、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 えく、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 熊だ人食い熊が。というのでびっくりして。えここ、熊なんかいるんですか野生のしかも、人食い熊と聞いたら。は、早く、安全な場所に、早く、 息も大大に叫ぶので、急に怖くなって、今来た道を急いで戻ることにしたんです。そしたらまた今度は別の場所から、カコーンという音が聞こえたかと思うと、少し間を空けて、また別の場所から、カコーンという音が。その音が、何度か自分たちを取り囲むように、 あちこちから少し間を開けながら聞こえてくる。そこで、あの音は何ですか木を叩いているような音がしますけど、と聞いたら、まずい。早く、早くここから逃げないと、もう取り囲まれている。などと言うのです。心底ぞっとして、一食いグマが、 そんなにたくさんいるんだろうかと思い、慌ててペースを上げて、ようやく自分の車を止めた駐車場が見えてきたんです。そこで、早く、あの車はあなたの車か早く、早くあの中へと言ったんで、なんか泥だらけのこの知らないおじさんを乗せるのは嫌だなと思いながらも、 人食い熊に襲われでもしたら大変だから、後部座席に乗ってもらうことにしたんですよ。そこで呼吸を整えて、しばらく様子を見ていたんだけど、マは一向に姿を現す様子もない。カコーン、カコーンという音はずっと鳴り響いていて、なんだか何人もの人間で一斉に 鳴らしているような音になった後、シーンと静まり返ったんです。そこまで待つと、おじさんもだいぶ落ち着いてきて、危ないところだった。まさか今日だったとは、と漏らしたんで。一体あの音は何ですかまさか、人食いグマじゃないですよね、と聞いてみたら。先ほどは申し訳なかった。 確かに、一食い熊ではないんです。でもそうでも言わないと、逃げきれなかった。と答えるんです。それじゃあ、あれほど慌てて逃げたのは何だったんですかと聞いてみたら。信じてはもらえないかもしれないんだけど、数年に一度、この地域では、あのような木を叩く音が鳴り響くことがあるんですよ。 誰かが叩いているんですかそうじゃない。あの音は、地獄に続く門が開く前触れの音なんです。霊門と呼ばれています。森の中の遠いところから少しずつ、先ほどのような、カーンカーンという音が聞こえてきて、ぼんやりしていると、あっという間に取り囲まれてしまう。 そしてそのまま地獄の門に引きずり込まれてしまうんです。まさか。信じられないかもしれませんけど、あの音の中心と思われる場所には、後日多くの動物の死骸が見つかるんです。今日はもう近づかない方がいい。これから二三日は絶対に 近づかない方がいい。そう言い残して、そのおじさんは車を降りると、振り返りもせずに、どんどん道を歩いて去って行ってしまいました。黒い滝。 恐ろしい体験だったので、ここで話したいと思う。夏休みに、友人と一緒に、肝試しに行ってきた。社会人三年目の、男三人という、ある意味、痛々しいメンバーだったが、後にも先にも、これ以上はない、と断言できるくらい、恐ろしい場所だった。そこは、どこにでもありそうな小さな神社。いや、 祠らと言った方が正しいかもしれない。有名な心霊スポットらしく、地元の連中でさえ、うかつに近づくことはないらしい。人気のない山道を進んでいくと、道の脇に小さなコンクリ製の鳥居が見えてくると、ネットの口コミで事前情報を得ていたので、その場所は、 あっさりと見つけることができた。目的地に着いた時には、すでに友人の B は半泣き状態。俺はここで待っていると言って、入り口の鳥居をくぐろうともしなかった。仕方がなく、俺と A の二人だけで階段を降りることにした。鳥居をくぐって階段を降りていくと、 赤い頭巾をかぶったお地蔵様がおもむろに佇たずんでおり、さらに下に降りると、六畳程度の木製の小屋があって、その中には段ボール箱やら、細具やらがあちこちに散らばっていた。そのまたさらに奥の方へ降りていくと、結構綺麗な滝があって、そこにも二畳程度のちっぽけな小屋が建っていた。 掲示板の口コミにもあった、罪人の首を切ったという青銅の件は、滝のすぐ近くに突き刺さっており、すっかり錆びてはいたけれど、なんとなく触るのはやばいと思って、せめてもの記念ということで、A と二人で携帯で写真を撮ったり、動画を撮ったりしていた。その時、突然 A が携帯を見ながら、 なんだこれと、すっとんきょうな声を上げた。心霊写真でも撮れたのかと思い、思わず、A の携帯電話を覗き込んだ。そこには、流れ落ちる滝の水と、錆びついた聖堂の剣が映っているだけ。これのどこが変なんだと、A に聞いてみると。滝の水だよ。 なんでこんなにドス黒くなってるんだって。携帯電話の動画の画質なんぞたかが知れている。だが動画に映っていた滝の水が見る見るうちに牧獣みたいに真っ黒い液体に変わっていくのがはっきりと見て取れた。なんだこれは気持ち悪いな。などと。 A はブツブツ言いながら動画を削除していた。まさかなと思いつつ、俺は自分の携帯のデータフォルダのサムネを表示した。入り口の鳥居のところから写真を撮っていたのだが、信じられないことに撮った写真の全てにドス黒い煙みたいなものが映っていた。特に、 今さっき、滝の近くで、A を撮ったばかりの写真はおぞましく、A の顔面と両腕しか写っていなかった。それらを覗いた空間はすべて、真っ黒に塗りつぶされていた。これはやばいだろう。早く戻ろうぜ。あまりにも、異様な状況に、戦慄を覚えて、 一刻も早く車に戻るため階段を駆け上がった。階段を上がっていく途中、上の方から妙な音が聞こえてきた。ゴー、ゴー、ゴー。何かが何かとぶつかり合う音。ぎょっとしながらも不気味な 音源の方に向かってみると、そこは、例の小屋だった。六畳ほどの小屋の中には、上で待っている、と言ったはずの B がいた。あろうことか、B は直立したまま、自分の頭を、小屋の壁に、ご、ごっと打ち付けていた。B、 何やってるんだよ。早く来いよ。B の腕を引っ張って、無我夢中で、階段をダッシュで上がって、速攻で車のエンジンをかけ、その場所を離れた。おい B、大丈夫かお前何やってたんだよ。上で待ってるって言ってたじゃんか。 だって、多いから。お前ら多いし、痛いから。は意味わかんねえ。意味わかんねえよ。お前本当に大丈夫か俺は運転をしていたから、うろ覚えなんだが、後部座席で、二人が、こんなやりとりをしていたのを記憶している。B の口からは、何度も、 多い、痛いという言葉が出てきた。B はバリバリの体育会系で、下ネタやくだらないジョークは好きなやつだけど、この時はなぜか喋る内容ばかりか、その口調までがどこかおかしくて、A はしきりに B の体調を心配していた。その後、国道沿いのガソスタで、 燃料を補給してから、コンビニで何か買おうって話になった。コンビニの駐車場で車を降りた途端、いきなり B がゲーゲー吐き出した。なんというか、普通の吐き方ではなかった。両手の指を口の中に突っ込んで、涙とか鼻水とか、よだれとか垂れ流して、 とりあえずコンビニで天然水を買って B に飲ませた。B は水を飲むとだいぶ落ち着いたようで先ほどのことを話し始めた。B の口調はいつも通りに戻っていた。B が言うにはコンクリ製の鳥居をくぐった A と俺の後ろにもう一組の二人の男がいた。 その二人組は、地蔵の近くにある小屋に入って、それっきり出てこなかった。しばらくしてから、小屋の中から、痛い、痛いと、悲鳴みたいな声が聞こえてきた。で気がついたら、B は小屋の中にいたらしい。A も俺も、B がこれだけ冷静に、あの時の様子を見ていたことに驚いたけど、 写真や動画に映っていた黒い煙や黒い滝については全く心当たりがないそうだった。かく言う俺たちも、後ろに二人の男がいたことや、痛い、痛いという悲鳴には全く心当たりがなかった。結局、何もわからないままだったけど、あの場所には、 二度と行かないと誓った。写真に映った黒い滝、黒い煙、B が見たという謎の二人の男。一体誰だったのか。謎と恐怖だけが残ってしまった。 死んだ妻山を歩いていると若い女が立っていた。それは死んだ妻だった。彼が呆然としていると女は背を向けて森の奥へと歩いていく。慌てて女の後を追いかけた。藪をかき分けどれくらい走っただろうか女が立ち止まった。 その肩に手を伸ばそうとした瞬間、彼の耳元で悲痛な声が響いた。私じゃないと、はっとして手を引っ込めると、自分が崖の淵に立っていることに気がついた。宙に浮いた女が振り返った。目も口もない。 真っ黒な顔だった。その姿は、にじんだかと思うと、森の闇に紛れて無酸したという。まったく、あなたったら。山を降りている間、懐かしいぼやき声が、耳のそばで聞こえていたそうだ。 報酬は山菜。山菜を目当てに山をうろついていると、いかにも地元の村からやってきたという風情の老婆から声をかけられた。峠の土産物屋を家族で経営しているとかで、まあ店の宣伝も兼ねて声をかけてきたらしい。話をしていると、地元では有名な 全万やわらびの群生地に案内しようと言ってくれた。もしかしたら観光客向けに山菜を栽培している場所が山の中にいくつかあり、採取した山菜を自分の店で新鮮なうちに調理して手間賃を徴収する商売かもしれないと思ったけど、まあそれならそれでもいいかなって思った。 山に慣れた老婆の足は早く、ついていくのが精一杯だったが、やがて老婆が立ち止まり、こっちにゼンマイ、ほれ、あっちがわらび。礼を言いながら老婆に追いつくと、確かに一面、特徴ある形の、それら山菜で溢れ返らんばかりだ。こっちの隅から取れ、 と、言われるままに、老婆の差し示す場所にかがみ込んで、ゼンマイを積み始めた。ややあって老婆の声。じゃあ、頼んだよえ。え頼んだって何を顔を上げようとして、目が合った。老婆とではない。頭蓋骨。 その眼下がまるで俺をじっと見上げているようだ。眼下から伸びた一本のゼンマイ。無論、老婆の姿はすでになかった。